はい、ご視聴ありがとうございます。これよりお届けする作品は柳田国男著桃太郎の誕生です。作者柳田国男は明治8年当時鹿間県と言われた現在の兵庫県に生まれました。民族学者官僚でもあり農務官僚貴族院書記官長枢密顧問官などを務めました。その傍ら日本人とは何かという問いの答えを求め日本列島各地や当時の日本領の外地を調査旅行しました。その初期には山の生活に着目し遠野物語で願わくはこれを語りて平地人を戦慄せしめよと述べました。日本民族学の開拓者であり多数の著作は今日まで重版され続け読み続けられています。昭和37年1962年に東京世田谷成城で亡くなりました。87歳でした。この作品桃太郎の誕生は昔話の解析を通して日本社会の断面図を描こうとしたものですが、この後この手法は民族学文化人類学に応用され多くの後継者を生み出すことになりました。それでは作品をどうぞ。柳田国男著桃太郎の誕生、朗読その第一回、次女。今からちょうど10年前の春のある日の明るい午前に、私はフィレンツェの画廊を行き巡って、あの有名なボッティチェリの海の姫神の絵の前に立っていた。そうしていずれの時か我が日の本の故国においても桃太郎の誕生が新たなる一つの問題として解雇せられるであろうことを考えて、一人心よい真昼の夢を見たのであった。それがわずかに10年の後に、かような形をもって世に現れようなどということは、私にも実に意外であったが、これには予期し得なかった二つの理由がある。その一つは各地の忠実なる採集によって、急に多くの珍しい昔話が全国の隅々から報告せられてきたことである。先駆者たる佐々木貴善君、その他2、3の同志の功績は長く記念せられるべきものであった。第2にはこの興味大きい比較研究の事業が以来何人にも顧みられんとする様子がなく、再びせっかくの資料を埋没に付すべき懸念のあったことである。大抵の説話集はそれほどにも流布の限られたるものであった。特にこの方面に向かっての注意を喚起するものがないと、久しからずしていわゆる陳書道楽の手に詐造されてしまうかもしれなかったのである。私は境外も年齢も共にこの仕事に人づるに適してはいないが、ただ学問の未来のために雑誌していることができなかっただけである。もし幸いにして別にその人があったならば、民間説話の2000年間の成長変化を考察すると同時に、時の文化学者の受け売り的態度を批判するような、そんな性急な一石二鳥は企てなかったろう。この二つはともに現代の忘れられたる問題に相違ないが、それを合わせて論じなければならぬ必要は少しもない。むしろ順序を追うて二度にした方が感じははるかによかったのである。しかし私にはこの次の仕事が待ちかねている。これより以上の時と力とを昔話のために割くことのできぬのを遺憾とするばかりである。今一つ不本意なことは、本編各章の発表が時を隔てているために、そのうちに若干の変節、回論があって
完全にこれを現在の意見に統一し得なかった点である。例えば木を献じて水の神を喜ばしめた理由を、はじめには偶然であろうと言い、後には深い意味があるらしく考え、また山道の物語の長く伝わった原因を、前には舞の手の面白さであろうと思い、次には笛の曲の力に比している。もちろん今信じているのは新しい方であるが、前者もまた一説として損するまではよかろう。私は最初より人を誤りに導くような断定はしていない。またこればかりの研究によって直ちに傾心するような読者も少ないことと思う。将来際限もなく成長してゆかねばならぬ学問である。この小さな一冊子の全然無用となるような時代が仮に到達するとしても、それもまた私には喜ばしい。大海に流れいる日をほど遠み、山下清水岩走る乱。昭和7年11月。桃太郎の誕生。第一章。知られざる日本。これは最初はただ自分一人の楽しみのために手をつけてみた研究であるけれども、今に及んでは誰か聞いてくださる方を探して歩く必要を感ずる。桃太郎の鬼ヶ島征伐などという昔話は、すでにお互いの家の子供すらもその管理を辞退するほどのたわいもないものではあるが、なおそれが一人日本現代の一つの問題であるのみでなく、実際はやはりまた世界開闢以来の忘るべからざる事件として考察せらるべきものであった。しかも壮年の学者が全力をこれに傾けてさえも、なお5年や10年では整理しきれぬほどの材料が我々の国には保存せられていた。それがこの頃になってようやく明らかになってきたのである。この研究のあと半分だけは、ぜひとも志を同じうする何人かに引き継いでおく必要がある。私が強いてこの不完全なる研究を発表するのも、本願はこれより他にはない。我々の昔話の中でも、特に外国におけるこの道の学者を感動せしむべきものは、英国でいうシンドレラ、グリム童話の灰担ぎ姫、日本でぬか服、米服などと呼んでいる物語であった。これが我が国に入ってきてから、いかに短くても千年は超えているだろうと思うが、話はその間に、まことにわずかばかりしか変化を受けていない。みかんの皮を遠くから妹に投げつけたという不要な、些細な点までがなお残っている。そうして北は青森県の寂しい村から、南は壱岐島の海の果てにまで数多く分布し、かつ今も生きている。英国のシンドレラ研究者ミス・コックスがもしこの事実を知っていたならば、彼女の記念碑的名著も必ず若干はその体裁を改めていたことと思われる。故クリア川白村君などは、日本に彼女の目の届かぬ一隅があることに心づいて、柳田のごときはなぜ早くこれを解こうとせぬかということを、かつて大阪朝日市場で注意せられたこともあったが、実はその頃まではまだ私などもそう大きな問題とも思っていなかったのである。それに国内の収集が一向に進んではいなかった。今とても決して豊富とは言われぬが、とにかくに新たな材料によってその後明らかになってきたことがいくつかある。文学すなわち記録文芸の上では、この話は普通に紅皿掛け皿の名をもって知られている。馬琴のサラサラ豪談などは全くこれによったもので、話を三まさかの久米の皿山の歌に結びつけたのも彼が独創にいでたる趣向ではなかった。
今ある住吉落ち久保の物語をはじめとして、日本に最も数の多いママ母話の元の種もおそらくはこれと無関係に生まれ出たものではなかった。ドイツのグリム研究者たちが日本の類話として再録しているものは、おとぎ草子の八かつぎ姫ただ一つであるが、これも乳母川とか昼の川とかの形になって広く民間に行われている。ドイツではこれをアルレ・ライラーフ千枚川、フランスではボーダーヌロバの川、英国ではまたキャッツスキン猫の川などと唱えて、共に肺活ぎ姫団から発生した一望形であることは、コックスもすでにこれを述べている。ただ彼らは我々の創始以外の文芸を知るべき機会を持たなかっただけである。日本民間の交渉文芸においては、シンドレラは欧州南部のぬか粉米粉、または津軽の泡袋米袋の名をもって伝わっている。これと並び行われている多くのママ子いじめの話で、姉妹の名前がお銀子銀、またはお月お星だの、あしこかやこだのと、二つ相対するものの名になっているのも、すべて掛け皿紅皿の系統を伝うて、やや目先を変えようとしたものらしい。しかもそのママ子のシンドレラが台所へ追い下ろされ、始終ひたき番をして、灰まみれの汚い衣を着ていたという点は、まだこの温暖の国に来ても脱ぎ捨ててはいないのであった。今までこの説話の研究者たちが大切な分類の標準にしていた一つの点は、幸運な心がけの良い美しいママ娘を保護する者がある一つの動物であったか、亡くなった実母の霊であったか、はたまた当人の守り神であったかで、この特徴の移動によって個々の民族の伝承する説話の真相、電波の経路を尋ねることができるように考えられていた。ところがその方法のすこぶる心もとなくなってきたわけは、日本にはまさしく右三つの方が共に現存するからであった。前の目安を信頼するとしたら、この国へは三口別々の隣国から前後して持ってきたという結論になるので、そんなことは容易に信じがたい。だから尊敬する外国の独学者でも、折々は誤ったことを言うものと承知しなければならぬ。それというのが、少量は広くても一つの国民からそういくつもの資料は得られず、得られたものだけによって一応は意見を述べようとするからで、したがって誤謬は初めから新資料の発見によって訂正せられるようにできているのである。その受け売りほど愚劣なことはない。これからもどんな変わった標本が出てこぬとは限らぬが、とにかくに日本での採集によって知れてきたことは、この世界的に著名なる一つの昔話が我が国においてもまだ比較的まとまった形で保存せられていたことと、それがママ母話のやや残虐に過ぎたる一種を発生せしめた以外には、特に他の多くの説話の上にこれという影響感化を与えてはいなかったらしいということとである。それから今一つヨーロッパではかなりもてはやされている昔話に、古風なる死人感謝団ルモー・ルル・コンネッサンというのがある。あるいはまた歌うたう骸骨とも言って、その死人がドクロになって歌ったり過去を語ったりしたという話が多い。これなども日本領域の昔からよくまとまった形で久しい間広く我々の中には伝承せられていた。私はこの事実を介して、この種の説話が
説く神話信仰の時代を去り、一個言語の芸術となってしまってから後に、この日本民族の間に運び込まれたことを意味するものであろうかと思っている。柳田国母著、桃太郎の誕生、その第一回、第一章、知られざる日本、第二章、民譚二首、途中まで。2020年11月10日。